行くで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
いや、なんで鏡川っていうかしっちゅうかせ。存じてませんが。もうちょっと下流に行くとの、この川の水は坂本さん、こんにちは。わしらが貢献できるのはそれしかない。気をつけてくれ。いやならん。わしらは黙ってお国のために働かせて。危なかった。気をつけんとあかんで。どうしたの？おつ！誰か！誰か！
どういたがぜよ。わしゃ医者じゃ。見してみ。つい先ほどから急に腹を抑えて苦しみだして。こりゃいかん。盲腸かもしれんちや。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医しか治せんしのものじゃ。そんな。とにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。上司様じゃ。来ない時に何ちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たく、とさいちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。土佐藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと。豪氏の分際で恩師や。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を解いても通用しない。うんしゃあ、こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。こう信号時がどうなるか分かっちゅうがか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼け払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい、ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。
えらいことぜよ。ほんまにやってしもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことは、ここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々、なんであんな真似をした？ん？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。ん？いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った？あんたも俺と同じ剛士だろ。剛士ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合子だ。合子ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合子は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ。お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いが、この石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですが、しかし。わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ。この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念に痛めつけられたものだな。おやさん、ほれ。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。今すぐ着替えてここを出ろ。でもどうやって。心配ない、出口まで人払いしてやる。だが短い時間だ、急げ。ああ、詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして、その後隠れ家に来い。隠れ家。
忘れたのか。わしたちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞けばわかる。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お兄さん、調子どうかね。また。どうも。Take! Take! 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 Take!
やっ、いろいろ様んちゃんにね。お兄さん、はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。また今度。
たの。じゃあまたの。高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが数年ぶりに飲まないか。しかしせっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだお前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかしあんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやっさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札格子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は格子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ格子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ、上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。藩には内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。
嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上士、白札豪士、そして豪士の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来、武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間、差なんてねえんだ。ああ、だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前、上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失った。お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。ん？じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ？ふん。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか？そうだ、わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。うん。龍馬、竹地にはもう会ったか？兄弟に？いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名、名目上勤王とは歌っているが、その思いは一つ、土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ勤王党の敵は土佐藩ということか？わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ、わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ？町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかはわからんがな。Thank you.
も。はい、いらっしゃい。どうやろか。こんにちは。また顔出してや。
危なかった。